モル・フランダーズ。モル・フランダースは、1722年に最初に、出版されたダニエル・デフォーの小説です。生まれてから年を取るまでの彼女の功績を象述した、その名を冠した、モルの生涯を真に描いたものです。概要。モルの母親は、ロンドンのニューゲート刑務所の囚人で、妊娠中の犯罪者の処刑を延期する習慣に、言及して、腹を訴えることで猶予を与えられている。 彼女の母親は最終的にイギリス領アメリカに移され、モルフランダース本名ではないと強調している。彼女はそれを明かさないように気をつけているは親切な里親によって3歳から思春期まで育てられる。その後、彼女は召使いとして家庭に所属し、そこで両方の息子に愛されます。長男はベッドで結婚しているように振る舞うように彼女を説得します。 彼女と結婚したくないので、彼は彼女に弟と結婚する、よう説得する。結婚5年後、彼女は未亡人になり、子供を義理の両親の世話に任せ、幸運な未亡人になりすまして、自分と結婚して安心できる男性を引きつける、スキルを磨き始めます。彼女が初めてこれをしたとき、浪費家の紳士商人の夫は破産して、ヨーロッパ本土に逃げます。彼女は、 自分のことを忘れるために最善を尽くすという祝福を独り占めしました。一緒に子供が一人いましたが埋葬されました。二度目に彼女は親切な男とバージニア植民地に導かれ母親に紹介される。三人の子供、一人は死ぬの後、モールは義理の母親が実際には彼女の実の母親であることを知り、夫は異母兄弟になります。 結婚生活を解消した彼女は兄と3年間暮らした後、2人の子供を残してイギリスに戻り、新しい夫を探すためにバースに住みに行きます。再び彼女は自分の弱点に戻り、狂気のために妻が他の場所に監禁されているバースの男性と関係を築きます。彼らの関係は最初はプラトニックだったが、やがてモールはロンドンのハマースミスで、 変われる女のような存在へと発展する。彼らには三人の子供がいますが、一人は生きています。重い病気の後、彼は悔い改め、取り決めを破り、妻と婚約します。しかし、彼は、息子が十分に世話されることをモールに保証し、彼女はさらに別の子供を残します。現在四十二歳のモールは、別の恋人、銀行員に頼る。銀行員は、まだ不倫の妻、 売春婦と結婚しているが、彼女が自分の財産をモールに任せた後、モールにプロポーズする。銀行家の離婚を待つ間、モールは架空の社会的地位を証明する新しい女性の知人の助けを借りて、ランカシャーで別の裕福な夫を引きつけるために大金を持っているふりをします。策略は成功し、彼女はアイルランドに財産を所有していると主張する金持ちと思われる男性と結婚します。 彼らはそれぞれ知人に騙され操られたことにすぐに気づきます。彼は彼女を結婚から解放し、それでも彼が得たかもしれないお金を相続すべきだと彼女に言いました。約1ヶ月間楽しんだ後、彼らは別れますが、モールはすぐに彼女が妊娠していることに気づきます。彼女が出産し、助産師が子供を産むための費用を社会階級ごとに一つの価値基準で3者から 計算します彼女は銀行員にまだ彼女がいることを期待して引き続き銀行員と連絡を取り合っていますモールは年額5ポンドと引き換えに新生児を田舎の女性の世話に任せていますモールは銀行員と結婚するが私はなんて忌まわしい生き物なんだと気付くそしてこの無実の紳士が私に虐待されるなんて彼が破産して 絶望で亡くなるまで、彼らは5年間幸せに暮らしていました。彼らの2人の子供の運命は明らかにされていません。絶望に駆られた今、モールは巧みな泥棒のキャリアを始める。彼女の知恵、美しさ、魅力、女性らしさ、そして頑固さと邪悪さを生かして、彼女が常に求めていた経済的安定をもたらす。彼女は、業界関係者の間で有名になり、 モルフランダースという名前が付けられました。彼女は泥棒としてのキャリアを通じてレシーバーとしても活動するガバネスに助けられています。この間、彼女は一時的に強盗にあった男の愛人になります。モールは家から盗もうとしている時についに二人のメイドに捕まります。ニューゲートで彼女は悔い改めへと導かれます。同時に彼女はソウルメイトの ランカシャーの夫と再会します。ランカシャーの夫も強盗で投獄されています。彼らが初めて会う前と後、彼は認めています。モールは重罪の有罪判決を受けたが、強盗の罪ではない。それでも、判決はいずれにせよ死刑だ。しかし、モールは牧師に悔い改めを説得し、公主刑を避けるために、ランカシャーの夫と一緒に植民地に移送され、そこで彼らは、 一緒に幸せに暮らしています。到着時に売られる他の囚人と別に船の船長に説得して彼らを自分の宿舎にとどまらせます。植民地に入るとモールは母親がプランテーションを去ったこと、そして自分の息子、兄のが生きていること、そして夫、兄弟も生きていることを知る。モールは変装して弟と息子に丁寧に自己紹介する。クエーカー教徒の助けを借りて、 二人はメリーランド州に50人の使用人がいる農場を見つけました。モールは今、バージニア州の息子に姿を現し、彼は彼女に母親の相続財産を渡します。この農場は彼が彼女の管理人となり、彼女に年間100ポンドの収入を提供しています。次に、彼女は彼を相続人にし、盗まれた金の時計を彼に渡します。 とうとう彼女の陰謀と絶望の人生は終わったようだ。夫、兄弟が亡くなった後、モールは彼女、ランカシャーの夫に、すべての話をします。そして、彼は、その点では、全く気楽です。彼は、それは、あなたのせいでも、彼のせいでもない。防ぐことのできない間違いだったと言った。69歳、1683年の二人は、これまで生きてきた。 邪悪な人生を心から悔い改めてイギリスに戻ります。ようやくの終わり。ありがとう。